やっちゃうよ、大丈夫です。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカーライドラライトニングみたいな、これで、プロの人かな、多分プロの人なんですけど、12勝ね、一面、そのグラチャレを12勝一面してる人がいて、いや割と見た感じ、なんかもうライドラだけやんみたいな感じなんですけど、多分吹き矢と工場で結構ね、スケも入って、スケでコウモリで、多分回転でね、回していく感じのデッキっすね。で俺あんまり、あ、とりあえず行きます。よいしょ。俺あんまりそのなんかね、コウモリは入れるんですけど、スケとかアイスピってデッキに入れなくて、みかんさんとかデンちゃんは、そういう高回転系のね、デッキがね、結構好きなんですけど、やっぱね、俺はね、あの強いカードをぶっ詰めたい派なんで、割とスケとか入れるぐらいなら、その環境の強いデッキを使おうっていう感じではあるんですよね。なんで割とスケとかアイスピあんま入れない派なんですけどね。あー、いて、これはいて。よいしょ。これはとりあえずライドラで受けていこうかな。言うのも受けれるんで、よいしょ。いけるかな。オッケーオッケーオッケー。あー、だるいなーこれ。超だるい。これ、竹が、あー、マジか。いや、これ、超だるい。マジでだるい、これ。伝わんないよな。オッケーオッケーオッケー。いやー、だるいな。とりあえず、スケルトンセパしていって、あー、やばい、これやばい。あ、でも、あれだ、吹き矢ここら辺に出して、キング起動すればよかったな、これ。しくった、しくった。これね、多分なんだろう、ゴーストか。いやー、きついな、これ。よいしょ、とりあえず逆サイ受けてって、よいしょ。いやーきついな、ライドラ全部止まるな。とりあえず言うのが来てもいいようにこれにロリババを構えておきますね。へいへい。で、あとこっちのドラゴン無視かな。で、なんか言うのとかつけてきたらライドラ出して、まあタワー共有しつつ受けるって感じですかね。で、とりあえずはロイトニングドラゴンを出すかな。ちょっと相手の出方見たいですね。多分アド取ってはいないと思うんで、ちょっと、はいはいはい、これペッカーでいいかな。 OK。 で、相手は出すとしたらなんだろうな、うーん、割とトルネとライドラなんで、はいはい、来た、やばい、あー全部いっちゃった、やばい。まあ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 、ライドラ使ったん、あ、ライドじゃない、タルババ使ったんで、こっちにライドラ多分使うと思うんですよ。その瞬間に吹き矢で当てていって、はいはいはい。で、それでライドラ使うと思うんですよね。はい、ライトニングで、こっち相手手札回して、そうそうそう、こいつとかを出すと思うんですよね。で、そこをついていくと。よいしょ。いやー、いいっすね。割といい守りしてくる。割といい守りしてくるけど、俺の方がうまいんで、まあ余裕って感じですね。とりあえずこれで、タルババ転がしてって、吹きゴブ。これで多分サイクル的に相手がまだ、そう、回ってないんですよね、あれが。なんだっけ。そう、タルババこれで回ったぐらいなんですよ、多分。よいしょ。はい、割り込ましていき、生かしていく。いやー、いい感じっすね。めっちゃめっちゃいい感じ。とりあえずこれライドラ出していって、あと何かしらね、もう一体2周目のアイスウィズが出てくると思うんで、そこで、あ、まあいっか、とりあえずここでやっちゃうか。やっちゃうよって、はい、ってことで、とりあえずこれロリババを転がしていって、ライトニング、ライトニングしてって、はい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 。で、これライドラが出てくると思うんですよね、ここで。で、吹き矢。あ、でもこれあれだ、タルババされる。タルババされるし、ペッカは多分トルネで吸われるっすね、これ。あー、トルネで吸って、はい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 と。とりあえずこれで、もう一回ライドラ出していって、こっちがライトニングあと2発圏内なんで、割と楽に削れるかなとは思いますね。で、これペッカなんですけど、ちゃんとね、ここだとライドラで感電しちゃうんで、まあ細かいとこですけど、ちゃんとライドラの感電しない位置に出してあげるっていうのが割と大事ですね。いやー、これきつい。これやばい。やられた。これはやられた。いきまーす。トルネも使って、相手アイスイズぐらいしかない。あと、ゴーストとかアイスイズを追加するしかないんですよ。なんで、これライトニング打っていきまーす。まあ、感電すると思うんでね。オッケー。よいしょ。これいけるかな？オッケー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 。オッケーオッケー。まあ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 、という感じで、とりあえずはね、まあ。まあ言うてね、いや割と慣れてないカードばっかりで、手札回しがね、結構疲れちゃう感じなんですけど、まあ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 という感じですね。とりあえずは多分スケを初手に出していって、あれですね。とりあえず手札回す感じ。まあマジでね、スケアイスピとか入れないんでね、本当に。
サバカで、あのレベルそんなね、支障ないんで使ってるんですけど、マジで慣れないですもんね、本当に。ペッカーだったらな、俺、アイスピとかの方がいいとは思うんだけどな。まあ、どうなんだろう。でも、これで12勝1面してるってことは、そういうことですよね。なかなかできないですからね。はい、早い。若いね、反応速度が。相手これ、とりあえず攻めのユニット使ったんで、もう一発。OK。ペッカ、ケツペッカ。あー、鼻かい。めっちゃ鼻かい。あー。これザップ?OK! ザップ使わせて完封はでかい。完封じゃないけど、でしかもなんなら吹きは先行するけど、まあ、しゃーないですね。ザップ使ったんで、これとりあえずライドラ出していって、はいはいはい、来ると思った。ライドラ出していって、でコウモリもね、追加しちゃうから、なんなら。よいしょ。よいしょ。ギャングぐらいしかいないと思うんですけどね、正直。あー、そういう感じね。いや、ライトニング届いちゃうね、そこ。撃っちゃうよ、俺は。いや。あー、やめよ。よいしょ。これで、アイゴレかな。回ってる?回ってない。これじゃあ三重子の構えですね。これを無視してきたってことは、多分三重子を出すっていう顔してますね。だいぶ顔してる。いやーどうだろう。これペッカ出しちゃうか。ペッカ出しちゃって、ガゴムレ来たらライドラ出して、三重子来たらライトニングかな。はいはいはい。余裕っすね。これマジライドラいたら、まあ、余裕で守れるんだ、本当に。はい余裕。はい余裕。はい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 。はいはいはい。もうあれぶっ壊したんでね、マジで。で、これで、足元にギャング出すぐらいしかないと思うんですよ、多分。あー、そっちね。はいはい。これぶっ壊せますね。はいはいはい。とりあえずぶっ破していって、アイゴレ切ったんで、とりあえずこれ出していって、エリポン壊します。よいしょ。はい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 。はいはいはい。という感じで、とりあえずペッカー出していこうかな。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。これはもうこれで終わりっすね。はい。もうぶっぱ。ぶっぱだけど止めちゃう。止めちゃうよ。はい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 。はい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 。これ後ろに置くことによって、はいはいはいと。はい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 。はい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 。余裕ですねと。これ穴掘り来るんで、マスケをね、回してあげて、マスケ取れないけど、まあ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 、ダメージ出して GG と。いう感じで、まあ割とね、うまい感じに結構綺麗に立ち回れたかなと思いますね。ライトニングだとやっぱファイボーとか、ポイズンと違って、エリポンに1回出させたら、エリアドは取れないんですよ。そうそうそう。1回出されてぶっ、6エリでぶっ壊しても、1アドね、相手に取られた状態、なおかつ、そのね、回収してから打つと、今6エリで打ったなって相手にバレて、4コス工場とかね、うまいやつだったらされるんですよね。まあしてくるかわかんないですけど、割とやっぱりその、エリクサーを気にして立ち回ってる人、が相手だと本当になんだろう、あれですね、展開より上の試合とかだとその6襟でね呪文打ったとか本当にバレちゃうんで、そういう時に橋前優の3コスとか穴掘りコウモリやってきたりとかするんで、割とそこら辺もねもう気にして、あれだからなんだろう、攻めてこないなら正直俺は1アド回収されてもライトニング打っちゃっていいと思ってるんですよ。正直自陣にね30周引き入れちゃえば防衛は多分余裕なんですけど、ただそんなんだろう、三重子出してくれればいいんですけど、その、あ、今ゼロ入りだなっつって、端前にね、ユーノとか工場出されるのがバカほどだるいんで、だから打てないですね。ミカンさんとか絶対出してきますね、ああいう人は。あ、今ゼロ入りで打ったっしょ、つって。やってくるんで、とりあえずはこんな感じですかね。吹き矢出していって、はい、ユーノが来る。で、ライドラ出していきます。はいはいはい。で、スケ。余裕ですね、と。でこれライドラ余るんで行っちゃいます。相手結構守りにくいと思いますね、この形は。あー、超ライトニング打ちて、ファイボなら秒で打ってましたね。あー、いや言うて守られるな。でこれ大事なところなんですけど、これ奥に留めることによってタルババを攻撃で使えるんですよね。こうやって防衛からの速攻で攻撃に使えるっていうのが割と大事なポイントですね。これザップ打たないよね。打つんかーい。まあ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 。これでザップ打ったんで、で、さすがにね、これもう一周回しちゃいます。で、これ、あれだと思う。エレキとかだと思うんだよな。はいはいはい。ザップ打った後なんで、コウモリ追いたきで、嫌がらせですね。嫌がらせ。嫌がらせをしていって、はい、折れると。
2周目のコウモリ、まあ、驚くことがなかったからね。ユーノの防衛出したコウモリが次の攻撃で使えちゃってるのがね、そういうことですよ。まあ3、1、3、4、2で回したんで、9コス切ってコウモリスッて回したって感じですね。多分この強いカード入れつつも重量級これで抑えられるで、スケコウモリでなんだろう、軽いのも抑えられるで、多分これであれですね、いい感じのアドが取れるっていう。で多分このまま何もつけ、あーでもまあユーノとかだったらライドラスケで守れるんですけど、来るかな、こうしてこうでいいかな。まあ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 、これエレキしよう。あーマジか、足元に来ると思ったんだけどな、さすがに来ないかな。あーこれライド、あー打ったら絶対入った、絶対入ったけど、打つどなんだろう、あれが度胸がなかった。よいしょ、はい、はい、オッケーオッケーオッケー。これで逆サイユーノ警戒しつつ、左手で構えつつ、はいはいはい、こんなのはライドラで終わりっすね。でこっちで竹取りつつ、はいはいはい、来た来た。いや割とあれっすね、サーチってか速攻できますね。はいはいはい、これもう絶対止まんないっすね。もうペッカに飛んじゃうんだこんなん。よいしょよいしょ、落ちちゃうよ。あげい、はいはいはい、という感じで、まあ余裕ですね。割と余裕に立ち回れて、しかも、相手が高回転だったら、スケコウモリフキアとかで高回転で合わせて、相手がね、その重量級ならペッカとかインダラ切って、ライトニングでね、結構重いやつもぶっ飛ばせると思うんで、結構割とおすすめかな、使った感じ。マジで、この動画でしか、ほんと初めて使ったんですけど、あれですね。割と本当に初めて使った俺でも使えるってことは、つまりそういうことですね。誰でも。まあ俺で使えるってことはやっぱ視聴者の皆さんに使えるからという感じだと思うんで。まあね、ぜひ使ってみてください。という感じで。まあ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 、吹き矢はね、本当ね、今ね、いろんなデッキに入ってるんですよ。スケラだとか、まあ、ジャイとかにもね、ワンチャン入るかもしれないし、ペッカには結構もう常連ですね。マジアチャが消えた分、やっぱマジアチャが変えてホバとか、ザッピーとか、あと吹きゴブだったんですけど、やっぱその吹きゴブが強化された分、結構今、こうやっていう感じで来てるかなって。ライドラに関してはもう今12勝デッキの勝率高い順が1から20までバーって並べて、確かね17、8個に入ってたんですよライドラが。なんでマジでなんだろう、ライドラに対してのメタカードを貼るか、そのライドラを入れるか2択ですね。ライドラ持ってない人はもうライドラに勝てるデッキを組むしかないです。もう12なんだよ、20個中18個ってことはマジで多いんですよ確率が。で今そのウィンレートつってカードごとにこのカード入ってるデッキ何なんだ、このカそのカード自体の勝率っていうのがあるんですけど、今それライドラがやっぱトップなんで、で2位がタルババっていう感じなんですよ。なんでちょっとチャーノもそうなんで、割となんだろう、本当におすすめっすね。でタルババは本当に今強くて、てんちゃんとかもね、タルババ慣れねーとか言いながら使ってるんですけど、やっぱ慣れちゃえばマルタより全断然強いんですよ。こっちの方が届かないっていうね、墓石とか壊せないっていう弱点もあるんですけど、マジそれぐらいで、本当になんだろう、だからライトニングだったら別に何だろう、墓石に届かせる必要もそんなないし、奥底に流されたエレキとかそういうのも結構そのジャーンジャーンジャーンつって倒せるんで、割とおすすめです。ということで、まあね、中身はね、コロコロ、その、アイスピが良かったりだとか、そういう人もいると思うんで、まあ、お好みでもいいと思うんですけど、俺はこのデッキをおすすめします。ということで、まあ、今日はね、この辺で終わるんですけど、ぜひね、毎日日本投稿とか、まあ、週1でね、ドズさんとか、まあ、みかんさんともコラボしたりしてるし、まあね、1日2本出してるんで、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、まあまあ、遅くなったけど、ちょっとね、黒くなったんですよ。黒くなったんですよ。昨日動画行ったっけ？昨日の動画で行ったか覚えてないけど、めっちゃ、黒くなって、あれなんですよ、茶髪にしたんで、そのうちね、茶色になってくると思うんでね、まあ、毎日この動画でね、あ、ちょっと茶色かったみたいな感じになったら、やれると嬉しいかなって感じですね。今日は終わります。ということで、今日はね、お疲れ様でした。